ばんは、鶴賀です。今日は進撃の巨人ウェハウスを購入しました。進撃の巨人ウェハウス126円で購入しました。いや、他にもね、たくさん進撃の巨人に関してのなんかお菓子とかがありました。あとコップとかなんかフィギュアとかも売られておりました。結構セブンイレブンにね置いてあると思います。進撃の巨人ウェハウス、クリアカード付きウェハウス登場で、バニラクリーム味らしいです。で、ウェハウスに対して1枚なんかクリアカードが入っているみたいです。で、全18種類プラス5種類で23種類だそうです。では早速開けてみたいと思います。なんか匂いがね、バニラの感じのような匂いがします。ではいただきます。うまい！うまい！バニラのね、滑らかなね、甘さの味がします。結構口の水分がね、持ってかれます。的にはね、ビックリマンの方がね、美味しいと思います。あんまりほら、うまいっていうほどの美味しさでは多分ございないとは僕は思います。このウェハウスを買うぐらいだったら、まだビックリマンチョコ買った方がまだ美味しいと僕は思いました。以上、ご視聴ありがとうございました。こちらに関連動画、チャンネル登録、お願いします。